イオンイリメスク芸術博物館ファルティチェには、ルーマニアのスチャバ県に属す都市。1929年から1950年にかけ、存在したバイア県ではケントであった。人口は2003年の時点で28,899人、総面積は28.76平方キロで、うち4分の1を、カジエや故障が占める。ケントのスチャバとは25キロメートルほどの距離がある。 1490年3月にフォルティチェに村として初めて歴史上に登場する。1554年3月には周辺の土地ともどもモルダビア港アレクサンドル・ラプシュネアヌによりモルドビザの修道院領とされた。1780年8月にコンスタンティン・ムルシス公の執事が書いた文献には地元の封建領主の名にちなみショルダネシュティ町と記されている。 1826年3月に、ヨアン・ストゥルザ・コが出した文書でファルティチェニ町と解消されている。ファルティチェニの家屋群は、芸術家、イオン・イリメスクの表現の場であった。現在ではイオン・イリメスク芸術博物館が設けられている。20世紀ルーマニア文学を築いた4名家の一つ、ロビネスク家はこの町にあり、これまで文学評論家のエウジェン・ロビネスク、 脚本家のホリア・ロビネスク、小説家のアントン・ホールバンなどを輩出している。ルーマニア文学界を牽引したイオン・クラーンが、ミハイル・サドバーヌ、バシレ・アレクサンドリ、ニコライ・ラビシュラはいずれもファルティチェニで学んだり、暮らしたりした。機関産業は、化学工業や、手作りグラス、ソフトドリンク、衣類、木材生産など。漁業は最も古い時期から営まれてきた。ありがとうございます。